JR フェイトグランドオーダー。皆さんこんにちは。始まりました、動画でわかるフェイトグランドオーダー。この番組はタイプムーンが送るフェイト RPG フェイトグランドオーダーの初心者の攻略を手助けするミニ番組です。先生役として皆さんをサポートします、 FGO をこよなく愛する先輩マスターノップです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、新米マスターの大見翔一郎です。今日は皆さんと一緒に FGO を勉強したいと思います。よろしくお願いします。大見くんよろしくね。よろしくお願いします。早速で大変恐縮なんですけれども、なんだい先輩、思った以上に薄くないですか？なんか誰の人間性が薄っぺらいって違う違う、言ってない言ってない言ってない、君は失礼なやつだな。違う初対面だよ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、わきまえて先輩、なんかもう時たまなんか視界から消えるぐらい薄いんですよ。間に合わなかったんだよ間に合わなかったんだよ。あ、大人の事情がね、皆さんの応援があれば反響があれば何回かで、なるほどね、僕も 3D 化していくから。あ、ちゃんと立体感増すんですね。 ね人としての厚みがね出てくるからみんなということで、うん、真面目に説明していくよ。はい、今回のテーマはこちら、 FGO の楽しみ方。はい、第1回目ということで、まずはフェイトグランドオーダーというゲームの楽しみ方を紹介します。はい、 FGO とはフェイトシリーズの一つで、スマートフォン向け RPG だよフェイトシリーズというのはゲームブランドタイプムーンから2004年に発売された電気活劇ビジュアルノベルフェイトステイナイトから始まった作品群のことなんだ。この FGO はそういったフェイトシリーズを世に送り出してきたタイプムーンの那須キノコ、竹内隆をはじめとするクリエイター陣と、作品を彩る豪華声優陣が多数集結して作られたゲームなんだ。2015年7月から配信が始まって、2018年現時点ではメインストーリーは第2部第3章まで展開されているよ。重厚な物語が特徴のゲームで、メインストーリーだけでも結構なボリュームなんだけど、さらにゲーム内に登場する200機以上のキャラクターに個別のストーリーがあったり、定期的にイベントが行われていたりもするので、とにかくすごいボリュームのシナリオを楽しめるんだ。どういうストーリーなんですか？プレイヤーがサーヴァントと呼ばれる英霊のマスターになって、人類の未来を取り戻すための旅、グランドオーダーに挑む物語なんだ。ああ、うん、なんかちょっとこうそそられるワードがいっぱいあるんですけど。だよね。いいですか、ちょっと。なんだいなんだい。これ質問です。うん。サーヴァントって何ですか？サーヴァント（英霊）というのは、マスターであるプレイヤーによって召喚、使役される従者のことなんだ。神話や伝説、歴史上の英霊を使い魔としたもので、マスターの力になってくれるよ。みんなが知ってるいろんな英雄だったり、物語の中の登場人物だったり、歴史上の偉人だったりっていうものと一緒に協力して戦って冒険ができるんだ。そしてマスターとは、そのサーヴァントを召喚することができる魔術師のことを指すんだ。魔術師。うん。サーヴァントにはクラスというものがあって、クラスはセイバー、アーチャー、ランサー、ライダー、キャスター、アサシン、バーサーカーの7つと、そのどれにも該当しない特殊なクラス、エクストラが存在するよ。エクストラ。うん。そしてサーヴァントはそれぞれ現代に残っている伝承に基づいて、ホーグと呼ばれる必殺技を持っているんだ。必殺技ほど心躍るワードはやっぱ男の子にはないですからね。ないよね。はい、この FGO に慣れてくると、ホーグって言葉で必殺技と同じテンションで興奮するよ。ホーグ。そして FGO では自分自身が物語の主人公となって、サーヴァントのマスターとして一緒に戦いながらストーリーを進めていくんだ。なるほど。あ、でも、うん、たくさんいるそのサーヴァントたちとどうやって一緒に戦っていくんですか？サーヴァントは召喚をすることで一緒に戦うことができるよ。召喚。今日は実際にサーヴァントを召喚してみよう。かしこまりました。ゲームを起動させると、最初に出るのがターミナル画面、うんうん、その右下にあるメニューというボタンを押すと、いろんなメニューが出てくるよ。ポチ。そう、
そしてそこから召喚のボタンを押してみよう。はい、聖召石召喚という画面が出ました。うん、今日は今画面に映っている聖召石召喚、はい、ストーリーをやってみよう。画面中央の上に綺麗な石のマークがあるだろう。はい、左上の方かな。それが聖召石と呼ばれるゲーム内のアイテムの一つなんだ。うん、30個以上あるみたいだから10回召喚ができるね。10回召喚のボタンを押してみよう。わかりました。よし、じゃあ行きます。ゴー。よいしょ。あー、始まった始まった。お、なんか綺麗な光の玉が回り始めましたね。お、初っ端からいきなりサーバントが来たね。サーバント。おー、メドゥーサだ。メドゥーサ、ほほほ、これが10回できるってことですね。そうだよ、メドゥーサはね、フェイトシリーズをしているとね、もうそれだけでテンションが上がるキャラクターだったりするからね。シリーズをしているとより楽しめるよ。なんか先輩、なんだい、なんか今この光の玉が回るときに、うん、線がさっき3本だったのに今1本だったんですけど、うん、これはなんか違うんですか。よく気づいたね。はい、線が3本の時はサーバントが召喚されて、線が1本の時は概念霊装と呼ばれるサーバントに装備することができる、まあアイテムカードや装備カードみたいなイメージかな、が召喚されるんだ。なるほど。概念霊装について詳しくは次回改めて説明するね。わかりました。じゃあこの演出を見るだけでどっちが出るかすぐ分かるってことですね。うん、そうなんだ。あの禁煙室や二次演出や昇格演出っていろいろあるみたいなんだけれども、実はノップ先輩、はい、演出見ない派だから、ここについては僕実はちょっと弱いんだ。あ、そう、飛ばしちゃうんですね。でもちゃんと資料を調べて用意してきたから。あ、分かりました。うん、ちゃんと説明するよ。そう、大丈夫なんですね。うん、大丈夫。金色や虹色に光ると星4以上のサーバントが召喚される確率が高い特別演出があるよ。星3やテーレアサーバントでも愛を持って育て上げればコーレアサーバントに見劣りをしない強さを発揮するから安心して。先輩、ん？召喚は聖召石を使わないとできないんですか？とんでもない。フレンドポイントと呼ばれる無料で手に入るポイントを使って召喚することもできるんだ。このフレンドポイント召喚はポイントを使わずとも毎日無料で10回召喚を1回、まあ、つまり毎日無料で10回召喚ができる。10回もできちゃうんですね。うん、だからおすすめだよ。ただしフレンドポイント召喚はサーバントも概念霊装も星3までしか召喚できないから、どうしても星4以上召喚したいという時は聖召石召喚で召喚しよう。わかりました。ストーリー召喚は聖召石3個で1回、つまり30個で10回、さらに予備符1枚で1回召喚ができるよ。予備符というのは聖召石召喚が1回できるアイテムなんだ。フレンドポイントについては次回以降に詳しく説明するね。じゃあそのサーバントを呼び寄せるには聖召石召喚とフレンドポイント召喚しかないんですか？他にもあるんだよ。他にもあるんですか？うん、期間限定で行われるイベントクエストをプレイすることで、うん、イベント限定サーバントをゲットできるんだ。しかもその限定サーバントは星4だったりするよ。星 4!、うん、今ものすごく星4以上が欲しいんです。僕はそう、全部が全部必ずしも星4ってわけじゃないけど大体のイベントクエストサーバントは星4だったりするね。なのでメインクエスト以外にイベントクエストも積極的にプレイしていくのがおすすめだよ。サーバントをもらえるっていうのは嬉しいですね。ね、ただし期間限定のイベントクエストはメインストーリーの進行度による参加条件もあるから、しっかりメインストーリーも進めていこうね。わかりました。そしてさらなる FGO の楽しみ方の一つはサーバントを育てること。召喚して手に入ったサーバントと一緒に戦っていく上でレベルを上げてサーバントを強くしていくことも大切なんだ。確かにバトルに勝つには強くしないといけませんもんね。ね、サーバントのレベルを上げるには一緒にバトルに行って経験値を集めるのではなく、そこで集めてきた素材を使ってレベルを上げていくんだ。はい、
まあその方法についてはまた今度説明するから楽しみにしててね。わかりました。そしてそして FGO ではレベル上げ以外にも育てる楽しみがたくさんあるんだ。え、強くなるだけじゃないんですか？もちろん。レベルを上げて強くしていくだけではなく、一緒にバトルをしていくことでだんだんとサーヴァントとの絆が深くなっていくんだ。ほうほうほう、うん、絆をより強く結んでいくことでサーヴァントたちが話しかけてくれる内容やプロフィールもどんどん増えていくよ。召喚の時と同じように画面の右下のメニュー、メニューからこれ、はい、マイルームのボタンを押して出てきたサーヴァントをタッチしてみよう。はい。探索を続行しますか？お、今喋りました。そう、みんなの後輩マッシュだね。すごい。さらに左下の表示切り替えを押すと、はい、地面の匂いとか、そう、より大きく見ることができるよ。本当だ、さっきのなんかメニューみたいなやつがないですね。うん。しかもなんかタッチするごとに違うセリフを話してくださるんですね。その通り。レベルを上げる、絆を深めるなどしていくことで喋るセリフも増えていくから、ゲームの進行に合わせてタッチしてみよう。ああ、わかりました。あ、でも先輩、ん、他のサーヴァントの話はどうやって聞くんですか？マイルームのお気に入り変更をタッチすることで好きなサーヴァントに切り替えることができるよ。なるほど、うん、どこを押せばいいんだろう。そう、お気に入り変更だよ。あ、これですね、うん、はい。誰にしたい？え、いいですか？あ、でもちなみに、はいはい、ここにはもしかしたらいないかもしれないけど、はい、気になっているサーヴァントとか大見くんはいるのかな？僕はですね、何を隠そう、ランサーのクーフーリンが大好きなんですよ。かっこいいよね。かっこいい、あのなんかもうお兄ちゃんって感じするじゃないですか。兄貴だからね。兄貴、僕もああいうお兄ちゃん欲しいなって思いながら。いいね。いつもちょっとね、大見くん分かってるね。分かってます。ノブ先輩は好感度ガンガン上がってるよ。先輩ありがとうございます。ただここにいません。選んで。ここにいない。いいよ、まだ知らない子でも顔で選んでもいいから。顔で選んでいいですか？見た目きっかけでもいいから。じゃあこの子にします。はい、誰にしたらいいのかな。この子。はい、ムキムキでかっこいいなと思って。かっこいいけど、はい、大見くんはあれなのかい？はいはい、ランサーの兄貴といい、そういう趣味なのかい？違う先輩、違う違う、変な誤解招くから。変、違うよ、汗かいてきたわ。筋肉が。違う、声聞きましょう。もうやだやだやだ、声を聞きましょうよ。ね、この子なんかいろいろ喋ってくれそうじゃないですか。こんな顔しながら。いろいろ喋ってくれそうかな。じゃあちょっと聞いていいですか？うん、うん、はい。どうしたの？どうした？え、先輩なんか聞こえました今？もう一回押してみようか。もう一回押していいですか？どうしたんですか、うめき声というか。プロになると何言ってるか分かるらしい。分かります、うん、僕にはさっぱり点でなんですけど。僕もちょっとそこの域には至ってないんで。ごめんなさい。あ、そう、でも喋ってくれるんですね。さっき説明したクラス、はい、バーサーカーというクラスなんですけど、はいはいはい、バーサーカーというのは強化という、まあ、クルーに化けると書いて、はい、まあ、いわゆる精神をこう暴走させているような状態になっているので、うん、いや、キャラクターによってはこう言語を喋れないこともあるんだ。あ、そうなんですね、うん、マッシュだけじゃなくいろんなサーヴァントとも話せるってことですね。そうだよ、うん、まさかヘラクレスを選ぶとは思わなかったな。いや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 、僕の好感度は上がったよ。上がりました、よかったです。ありがとうございます。大見君素晴らしいよ。はい。みんなもお気に入りのサーヴァントと一緒に戦って失われた未来を取り戻そう。FGO の物語を楽しむにはゲーム以外にもアニメや漫画もあるから、興味を持ったらまずはそちらから見てみるのもおすすめだよ。なるほど。じゃあ漫画からこの FGO っていう作品に触れたり、すでにプレイしている人は漫画をまた改めて読んでストーリーをまたこう見直すというか読み返すことができるってことですね。そうだね、うん、FGO は本当にたくさんの関連作品があるので、うん、どこから入っても楽しめるし、さらに言えば自分が好きな歴史上の偉人から入るなんて楽しみ方もあるんだ。お、宮本武蔵さんっていらっしゃいますか？まあ、いないですよね。いるよ。いる。ただし武蔵ちゃんだから。ちゃん。じゃあこのまま FGO を進めていけば出会える可能性があるってことですか？出会えるよ。あ、少なくともストーリーでは出会えるよ。あ、頑張ります。他にも、はい、ラジオやニコ生、リアルイベントなど様々なプロジェクトを展開しているんだ。はい。
そして大見くん、はいはい、どうやら舞台もあるらしいじゃないか。そうなんです、先輩。来年2019年の1月にですね、スタートする舞台に僕大見翔一郎出演させていただいておりますので、ぜひチェックしてください。先輩、心出しかなんか首の角度おかしいですよ。そうなんだ、そろそろ、そろそろちょっと限界してるのが限界なんだ。そうそうですね、そろそろ。でも今日はボリュームいっぱいだったんで、はい、ということで、どうだい今回、はい、FGO の魅力少しでも伝わったかな。めちゃめちゃ伝わりました。なんか本当にあのこれから先どういうストーリーだったりとか、うん、あとこれからね、先輩からどんなことを教授していただけるのか楽しみでなりません、うん。よし、じゃあ首やばい、首やばいですよ、先輩。ちょっと大丈夫ですか。ありがとう、ちょっと支えてくれ支えてくれ、OK。 じゃあみんなもぜひ FGO をプレイして、はい、FGO の世界を楽しんでね。そうですね。それでは今日はここでお別れです。はい、次回もお会いしましょう。お会いしましょう。さよなら、さよなら、バイバイ。フェイトシリーズは派生作品を含めると20作以上あるぞ。どれも最高に面白いから、みんなぜひ楽しんでくれ。次回もお楽しみに。